行きたい。初めて真由とつながった修学旅行の夜、強く強く思った。ずっと真由と一緒にいたい。真由を幸せにしたい。本当はいつも諦めていたけど、死にたくない。神様、僕は生きていたいです。それは贅沢な願いですか？僕の初恋を君に捧ぐ。なりますが。よし、7月なんで京都で、なんで今。確かにプロポーズしたけど。タクマも書いて。はい。で、マユ、これ俺たち未成年だから両親の同意が必要なんじゃ。ね、ほらここ読んで。貸して。大丈夫、私パパとママの筆跡覚えてるから。タクマも両親の字見せれる？いや、つうかそれ偽造、犯罪だから。あの、大変申し訳ありませんが、未成年の場合ご両親の同意はもとより20歳以上の方の承認も必要となりますので。承認？よし、じゃあ鈴谷兄と糸目だ。あー、また、何よ。ここは京都だし、それに俺まだ17だし、これ以上罪の上塗りはやめようなあ。そうだった。なんか私結婚しようって言われて嬉しくって、そういう細かいこと全部吹っ飛んじゃって、そこ、こんなところに。うん、わかった、大丈夫、とりあえず落ち着こうな。ったく、たくまのアホが。何やってんだよ、もう昼過ぎだっつの。早く帰れ。先生にもレバーって飲んだよ。すずや！ああ、いや、滝の内から何か連絡入ったか？いや、別に何も。何でもないです。本当か？え、おい、その携帯見せてみろ。うわ、ほら、いや、ちょっと見せてみろ。プライバシーの違いです。いや、触らないで。ああ、あれ、にっちゃん出ないな。ゆうこ、ただいま。ごめんね、心配かけて。あのね、大変なの、リツくんが。あ、もしもし、リッちゃん。連絡遅くなってごめんな。今無事にみんなと合流しました。我ながらスムーズにいったと思うんだよね。あ、てか、リッちゃん、声変じゃね？バカボン！滝の内、誰だ？昨日の夜、どこで何をしていたのか、正直に言いなさい。先生、それを私たちに言わせるなんて、いやらしい。何？すいません、すいません。もう何から何まですいません。全部僕が悪いんです。本当すいませんでした。すいません、すいません。では、本当にすいません。では、不純異性交友があったと。そんなものはありません。そうか、じゃあ劣気とした婚前交渉です。マユ、やること一緒でも意味合いが全く違います。こら、やることとか言うな。はしたない。そこだけ耐えつまんで言わないでください。なってこと言うんだ、お前は。全く先生に分かりやすく言ってるだけです。お前たち気にした。そういうことはな。で、マユ、シャロー一晩中一緒にいたんでしょ。それで何もないってありえないって。そうよ、戻ってきた時の二人の雰囲気もなんか誓ってたし。ねえ、したんでしょ。で、どうだった？もっかいしたい。もっかい、前と泣かれてよ。あんなことないよ。で、タクマやったのか。つうかつうか、あの状況でやんなかったら男じゃないだろう。なあ、さあ、のアケル、ここは男として大事な境界線なんだ。やったんだろ。で、どうだった？どうか
かな。はあ、なんだよそれ、意味わかんない。俺にくらいいいよ、お前のせいで今日一日自分されたんだぞ。どうだっていいだろ。俺さ、頑張るから。一生懸命頑張るから。だからさ、そう簡単には死なねえよ。だから俺と結婚してください。眠れないの？ゆい子こそ。私はまゆちゃんの体験談が刺激的すぎて。それ、仁和寺のお守り？うん。いいな、まゆちゃん幸せそう。まゆちゃん？幸せだよ。